地下深くにある違法な教習所で免許を取得したようにしか聞こえない藤井風そう免許免許マジで撮ってるんですよであの花の MV に出てくる車走ってるシーンあれ全部僕なんですよ変な霊柩車とか駆け抜けるイメージが見えてね これは免許取らんといけんかもしれん言うてあのそう厳しい先生もおったけどかわいい優しいおっちゃんもおったなあのもう愛あるしばきしばきをいただきましてあの免許2週間ぐらいで取れたんですよでなんか先生にもバイクより褒めてもらう機会が多かったですねおっ 「地上で輝くタイプだね」とか言われてねあのそう教習所内では結構下手くそだったんですけど地上に出たら結構配信がすでに30分経過し2時半になっていることに気づいた時の発言の鉛が強すぎて「芋をもう半分よこせ」と食い意地を張ってるようにしか聞こえない 藤井風もう半じゃが配信冒頭の挨拶にて視聴者が全員インフルエンサーだと思っているようにしか聞こえない藤井風やば始まったはいインスタグラムはい m m e r h i y o u t u b e r h i t i k t o k